ません、ほんまに。もう最初の2人がねものすごすぎて、で大変なことになってるんですけれども、超有名 CM ディレクターの中島真也と申します。すいません。というふうにね、そう言えと、口伝の中島真也さん、ややこしいんですよ。口伝の中島真也さんが、中島真也超有名 CM ディレクターって言えというふうに、これコーチング中の受けたんですね。もうえらいことになってます今で、CM ディレクターという仕事はですね、聞いたことあると思うんですけれども、映画で言うと監督でございます。そうやね、舞台で言いますと演出家ですね。企画がございまして、その企画をですね、演出いたしまして、実際の CM にしていくという係を35年間ずっとやってます。もう36年目に入ってるんですけどもね。で、1年に20本か30本コマーシャル作りますんで、1000本ぐらい作ってる世界ですね。人に言いたくないのもいっぱいあるんですけどね。一体ね、どんなん作ってるのかということは、これ口で言うてもしゃあないんで、特別にですね、映像でお見せしたいと思います。もう本当にダイジェスト版であっという間に終わりますし、皆さんがまだ生まれてない頃のものもございますんで、ちょっとじゃあ自己紹介ということで映像を見せてください。はい、ということでございますね。ごく一部をご紹介したわけでございますけれども、これらの CM の、演出監督をやっている CM ディレクターということでございまして、今日はですね、人の顔色を伺い続ける男ということですね。死ぬまで人の顔色を伺い続けるということなんですけれども、3つぐらいの時代に分けてですね、お話をしたいと思います。最初はですね、中島真也幼虫の時代、幼虫やったことがあったんですね。まださなぎにもなってへん時代ですけれども、幼稚園の頃ですね、だいぶ前なんですけどもね、すみません、こんな話誰もしてなかったんでええんかなと思うんですけれども、神童と呼ばれてたわけですね。多分賢かったんやと思うんですよ。その証拠にね、卒園式で園児代表になるんですよ。園児代表で花束を、同じく園児代表の女の子と2人で花束を渡しに行くということをやるんですね。これもすごいでしょ。ほんでね、問題はその女の子が可愛かったんですよ、めちゃめちゃ。ほんで音楽に合わせて花束2人でこうやっとったらね、あ、これ結婚式みたいやなと幼稚園の時思ったんですよね。俺この子と結婚するんかなと。いや、もうとにかくその時から頭の中は女の子のことでいっぱいやったんですよ。で小学校に上がります。女の子のことで頭いっぱいです。これはもうモテたいなと。いや、可愛い女の子いっぱいおるけど、とにかくモテなあかんなと言ったんですが、ここで壁です。でっかい壁が僕を打ちのめすんですね。何かというと走りです。足が遅かったんです。小学校の時モテるためには足が速くないとダメなんです。もう足が速いだけで運動会ではヒーローですよ。みんなもとにかくキャーキャー言われてます。これはモテるために足を速くせなあかんな、これが最初の命題だったわけですね。足を速くするために僕は何をやったか、靴を変えるんですね。押谷君知ってます？あいつ速かったんですけども、そいつが履いてる靴に変える。あと上山君でね、靴が変えてもあかんかったんで、裸足で走る運動会、裸足でやってませんでした？裸足で走ってみる、これももう一つ効果なんで。サポーターいうの流行ったんですよ。これぐらいのね、ゴムのバンド、サポーターしてみる、ならへんのですよ、全然速く。いや、これモテるために足速くなられへんかったら俺人生も女子との関係なしかっていうふうに小学校の時思うんですね。
絶望するわけです。そんな絶望した中島信也くんの目にテレビから飛び込んできたんがグループサウンズです。ザ・タイガースとかザ・テンプターズとかスパイダースとかグループサウンズがですね、まあ、グループサウンズブームということでテレビの中で女の子たちにキャーキャー言われてるんですよ。これやと、これやったらいけんのちゃうかということで、小学校の時ですけれども昼休み、昼休みにですね、みんなドッジボールに行く時にですね、後ろにランドセル入れる棚があったじゃないですか。あの棚の上にそれをステージにしてですね、ギターをほうきに見立てて、バケツをドラム、これドラムはね、カムラ君っていうねちょっとねイケメンの子が叩くんですけどね、ほんで歌うんですよ、当時のグループサウンズのヒット曲を。そしたらね、割とねウケるんですよ、まあ、ちょこちょこウケるんですね。いやキャーキャーというところまでいけへんけどもね、そん時ね気づいたんですわ。足が速くなくても女の子喜ばしたらこれモテるぞということで、ありとあらゆる女の子を喜ばすことをするんですね。エッチな絵描いたりね、キャーとかなるんですけどね、それとか授業中当てられたら変なギャグ言うたりね、おこれはいけんなと。でその時ね気づいたんです、僕の人生の結構大きな部分を。あ、僕人を喜ばせんの大好きやっていう風に僕気づいたんですね。ただ幼虫時代の僕にはもっと大きな試練があったんですね。おかんが怖かったんです。おかんがね、もうほんまにちょっとねふざけてるだけでねめちゃめちゃ怒るんですよ。でもね僕悪い弟ってね、弟と一緒にねいつも家の中でねいらんことばっかりしてたんですよ。小学校3年の時とうとうおかんが家出するんですね、まあ、家出言うても夜のご飯過ぎても帰ってこいへんっていうぐらいなんですけども、まあ子供にとっては死活問題ですよ。ご飯作ってもらわれへんねんから。で泣きながらね、弟と二人泣きながらお母ちゃん探しに行くんですよ。でおったーって一生懸命引っ張って家に帰るんですけどもね。で家でもう泣きながらええ子になるんですけど、またそれ忘れてまたいらんことするんですよ。またおかん出ていくと、もうしょっちゅうこれおかん出ていくということになって、これあかんぞと、これはなんとかせなあかんと、おかんの機嫌を取らなあかんということで、何が始まったか、僕はおかんの顔色を伺うようになっていくんです。ちょっとこれやったら、あこれがあかん、これやったらあかんねんな、こっち行ったら、あこれは喜んでるわ、これ大丈夫や、これあこれあかんねんなということで、おかんの顔色をとにかくもうセンサーを全開で働かせて顔色を伺うようになっていく。これがね、またね小学校行っても先生の顔色とか、もう下手すると友達の顔色までね伺うような子供になっていくんですよ。人を喜ばすのは大好きなんですけれども、まあ人の顔を色を今もね伺ってるんですけどね、人の顔色を伺いながら人を喜ばすという懈怠な子供になっていった、これが幼虫時代ですね。さあ20年経って、次は中島信也髪の毛ふさふさ時代。これまあ、なんやかんやって僕 CM ディレクターになっていくんですけども、この CM ディレクターをしていてですね、結構人の顔色を伺ってやってますから調子いいんですよ、調子よくやれるんですね。ところがですね、これが2年目やったんですけれども、俺ちょっと CM ディレクター、天才 CM ディレクターとちゃうかなと思ったんですけども、2年目ですね、松竹大船大大きい仕事が入ったんですよ。初めて汐留のね代理店の仕事やったんですけども、3日間撮影大仕事で、俺ちょっとイケてる感じやったんですよね。で初日を撮りました、あええ感じで初日終わりました。で2日目にラッシュ試写といって、昨日撮ったやつを、まあ、試写するわけですよね。でラッシュ試写をします。そしたらですね、CD っていう人がいるんですよ。これは制作の責任者です、一番偉い人です。この一番偉いクリエイティブの一番偉い人が、
そのラッシュを見て僕ええなと思ってたんですけど、ああやっぱり中島くんじゃ無理だな、監督交代だ言われるんですよ。とセット残したまま監督交代って多分ないですよ現代の歴史で。監督交代え、何意味分かりませんよね。うわーってなっていくうちに僕も気を失ってたと思うんですけども、あの気がついたら大船の駅前中華料理屋で泣いてました。で泣きながら、プロデューサー言って会社の先輩なんですけど、僕に仕事をくださった方に言われたんですよ。ビール注がれながら、中島くん君予習全然してきてないだろ、君は天才じゃないんだから予習してこないとダメだよ言われたんですよ。予習そうかと、僕ね天才やと思ってたんです、ちょっとだけね。小学校の時振動やと思ってちょっとだけね。天才じゃないのに何もできへん、そうかと、予習かと。そっからですね、もうそれものすごい傷つきまして、めちゃめちゃ大きな挫折だったんですけども、よしとにかく僕天才じゃないねんから本番入る前に人一倍予習していこうということになって、予習していく習慣はできました。まあ、それがねものすごく大きな挫折と学びやったんですけれども、さあ最終段階に行きましょう。髪の毛なくなってからの中島真也時代ですね。まあ、小学校の時ね歌歌って曲作ったりして、俺天才ちゃうかと思ってレコード会社にオーディションするんですけども、ボコボコにされる。あそうや俺天才ちゃうわと。でその後高校に入ってね、美術の方に行くんですけど、美術の道デザインやってて、あ俺天才ちゃうかと。で美大入ってちょっと先生に褒められるんですよ。あ天才やなと思って、広告会社受けるんですね、デザイナーで。ならもう中島君君はデザイン絶対向いてないって、ボコボコですわ。あそうや俺天才ちゃうわと思うんですね。で CM ディレクターになったらね、案の定松竹大船事件ですよ。お前天才ちゃうねんからと。いや気づくの遅すぎるんですね僕ね、いつも天才ちゃうっていうことに。でもね天才ちゃうのにどうにかこうにか35年間第一線で活躍っていうの自分で言うのも変やけども、仕事を、やらせていただいてきたのにはね、やっぱりねこの松竹大船の予習はあったと思うんです。予習していきます。そうするとね現場でね判断早くなるんですよ。僕ね撮影めちゃめちゃ早い監督なんです。これ撮影早い監督ってねスタッフみんな喜ぶんですよ。みんないろんなことしたいですからね。あとね演者さんタレントさん役者さんも喜ぶんです。中島監督早くていいな、これ全部予習の成果です。あ予習していったから、その場で迷わずに判断ができる、こうなったらこうなるぞって全部シミュレーションしていくんですね。それともう一個、天才じゃないということを知ってたからなんですね。天才である、僕天才です看板、そこには天才寄ってこないんですね。僕すみません天才ちゃいますねん、もう全然天才ちゃいますねん看板のとこになぜか天才クリエイターが寄ってくるんですね。これは不思議なもんで、天才クリエイターは天才じゃないから多分僕のこと使ってくれるんやと思うんですけども、すごい企画を持ってくるわけですよ。すごい企画持ってくる、そのすごい企画を僕のことを助けてくれる仲間と一つの形にしていくっていうのが僕の一つずっとやってこれたポイントなんです。で、このことをですね口伝中島真也君とですね、そのことを中島真也君に言ったらですね、中島真也君こう言うたんですよ。あ、真也さんって人の力借りる天才ですよ。なるほど、人の力を借りるという天才になるという方法があんねんなということを、僕はこの口伝のステージね嫌がってたんですけどね、そんな人前でねよう喋りません言って嫌がってたんですけれども、あのお引き受けして発見させてもらったんですね。あそうかと、いやあかん話ばっかりやけども、人の力を借りる、まあ、あの何もできないんですけども、僕はこれからもですね人の顔色を伺って、でその人を喜ばすために人の力を借りて、それでそれをうまいこと気持ちよく仕事としてやっていきながら、人のを喜ばせていきたい。まずね目の前の人をね喜ばすということがものすごく僕大事だと思ってるんですよ。それができへんかったら
世界中の人も喜ばすことできへんのちゃうかなと。そのためには顔色をこうやってね今伺ってほんで、ああ受けてへんわとか、ああ受けてるわとか、ああ時間やとかね、いろんなことをね伺いながらね、ちょっと時間過ぎてね、中島慎也さんがねこうちょっとこわばってんのも分かるんですけどもね、そうやってこれからも、まあ、ほんま何もできへん僕やったんですけれども、みんなの力を借りてみんなを喜ばすために、まだまだあと1000本ぐらい CM を作っていきたいなって、そういうまあちょっとしたヤングの決意表明でした。今日どうもありがとうございました。